選手の試合前インタビュー始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはオフィシャルから質問です、はい、大会まであと2日となりましたが、はい、現在の心境はいかがでしょうか。そうですね、まあ前回5月にディープの統一戦で負けてるんで、それからの復帰戦といいますか、しっかり勝って、これからにつなげたいなと思う意気込みです、はい、ありがとうございます、藤田選手、約4年半ぶりの大臣、はい、参戦だと思うんですけれども、はい、現在の練習環境だったり、はい、出稽古先っていうのを教えていただける範囲を教えていただけますでしょうか。はい、出稽古は全く行ってなくて、まあこれはもう3、4年ぐらい行ってないんですけど、まあというのも、まあチームがだんだんとすごくまあ良くなっていくといいますか、例えば倉本先輩がこう移籍してきてくださってっていうのもありますし、練習環境のメンバーの中ではもうファンクラスの次期挑戦者とかもいますし、すごくなんて言いますか、いい環境で練習させてもらってます。はい、ありがとうございます。ご自身のストロングポイントと一番得意な技を具体的に教えていただけますでしょうか。まあそうですね、まあ見てお分かりのようにこう打撃ですね。はい、でまあやっぱストロングポイントとか打撃で、まあ、得意のパンチですかね、はい、は、まあ、左のパンチですね。ですね、はい、まあ、右でも倒しますけど、やっぱ左がいいですね。はい、ありがとうございます。今回の試合に向けて強化してきた部分や新たに取り組んできたことなどありますでしょうか。まあ、そうですね、まあ2ヶ月のスパンしかなかったんで、前回の試合から、まあ、特別、まあ大きく変えたことはないですけど、まあ、やっぱり相手がこう宋選手のタイプをしっかり研究して、こうちょっとこうなんていうんですか、この宋選手用には変えてきましたね。はい、特にどういったところに警戒しているのかありますか。まあ長い蹴りとかじゃないですか。はい、はい、今回参戦にあたって誰かからアドバイスをもらったりしましたでしょうか。もしあればどんなアドバイスだったか教えていただきたいです。いや、どうですかね。いや、もらってないかな、見た感じだけで。はい、はい、すいません。先ほどお話出た倉本選手からアドバイスとかっていうのは特に、はい、そうですね、倉本先輩も、はい、普通に練習する中でっていう感じ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。今回、その MMA デビュー戦以来の大臣さんですよね、はい、これまで、まあ、そのデビュー戦以降、まあ、参戦されてなかったんですけど、その間の大臣というのはどのように見ていたんでしょうか。あ、キックも出ましたね。ああ、そうですね、失礼しました。やっぱりこう毎大会見させていただいてて、やっぱりこう出たいなとは思ってましたけど、まあやっぱりその実力をつけてから必ずこう戻ってきてやろうと思って、こう、まあ、這い上がるというか、こうそういう気持ちを胸にずっと持ってましたね。はい、ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象を、まあ、先ほども長い蹴りとおっしゃっていたんですが、はい、もう少し詳しく教えていただけますか。あ、そうですね、長い蹴りと、あとまあブリッジが強いっていう印象がありますね。なんか結構、まあ、10年間フィニッシュされてないってことで、やっぱりまあこう牙が強いと言いますか、その決められない、形容されないっていうのは何かあるんでしょうね。まあ、そこをしっかり、まあ、僕寝技もしっかりできるんで、打撃も寝技もこうどちらの面でもしっかり決める、もしくは形容したいですね。はい、ありがとうございます。今回の試合のテーマなどあれば教えていただきたいんですが、はい、何かありますか。そうですね、まあ、さっき言ったようにこの10年間負けがない相手とやるということと、まあ、自分が
あの復帰戦ということなんで、あのしっかりフィニッシュをするということが目標です、はい、フィニッシュの形は得意の打撃、いや、まあどっちでも大丈夫ですね、はい、分かりました、ありがとうございます。そんな、ご自身で考える試合の展開というのは、はい、どんな展開になるとイメージしますか。そうですね、まあ最初は、まあ、長い距離でお互い蹴っていくみたいな感じですかね。まあ分からないですけど、まあ、相手が組んだり僕が組んだりする展開があって、まあ寝技に行く展開もあったりして、まあ、最後はこう打撃もしくは寝技で僕が決めきる倒すっていう展開ですかね。はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります、はい、それでは続いてゴンカクさん、お願いできますでしょうか。ゴンカクさん、はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先日の新竜誠戦でおっしゃった通り、やめてしまいましたけど、はい、あの試合、まあ、首相撲であの膝があったり、最後は忍者チョークでした。はい、で得た課題っていうのはどのように捉えていましたか。まあそうですね、そこで負けたんでそこを修正してきましたね、はい、特にそこっていうのはこう際の部分だったりするんでしょうか。まあ首相撲を長くやらせないとか、うん、まあそうですね、まあそういうところですかね、はい、はい、その選手は結構その具体的なこう肘とかを使ってきますけど、はいはい、あのあたりは警戒されてますか。まあもちろんしてますね、はい、ということで言えば研究済みである。はい、全部研究しました、はい、はい、先ほどちょっと出ましたけど、内地に久しぶりという形で、はい、那須川天心選手がこの間、はい、ああいうザマッチという、はい、あの試合で内地というかキックボクシングを引退しました。はい、その間、まあ、藤田選手としては夢をしっかり積み上げてきて、はい、チャンピオンシップまでたどり着いたかと思いますけど、その那須川天心の軌跡を見ながらどういうふうに感じていましたか、藤田選手としては。まあやっぱすごいなっていう反面、こう、まあ、悔しいなっていう、うん、はい、まあ、同じ格闘家として、まあ悔しいなっていう感じですね、はい。できればいつかもうリベンジしたかったという気持ちもありますか。いや、それはもちろんあります、はい、なるほど、わかりました。今回倉本選手もありますけれど、はい、山北選手がタイトルマッチじゃないですか、はい、そういう お互いにこう、なんだろう、大一番に向かうという中でいい練習ができたという感じでしょうか。そうですね、ケイトは毎日一緒に練習してきたんで、はい、まあ彼もすごく仕上がってますし、僕ももうすごく彼のおかげですごく仕上がりましたし、まあお互い、まあ言われたように相乗効果でどっちも勝つんじゃないですかね、はい。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてスポニッチさん、スポニッチさん聞こえますか。スポニッチ大内さん聞こえますか。聞こえます。すいません。今まで切られてたので。あ、すみません。失礼しました。あ、すみません。スポニッチと申します。いつもよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。今出た、ごめんなさい。今本当に間空いてたので、はい、同じ質問になるかもしれないですけど、はい、2日に、はい、弟の健二さん、あ、はい、あります。一緒の日に試合ですよ、はい、まさかの、まさかの一緒の日です。あ、まさかなんですね。いや、もともとは弟の方が先に決まってて、はい、で発表は僕の方が早かったんですけど、であれと思って気づいたら同じ日でした。何かこう連絡取り合ったりとかはされて。いや、特にしてないですね、まあ格闘技のことで話すことはあんまりないんで。ないですか、はい、お互い頑張ろうとかぐらいはいや、ないですね、はい。アドバイスもじゃあ、彼ですね、先輩っていうか。あ、そうですね、もう彼はもう青さんがついてるんで、もう大丈夫です。なるほど。それと、もう一つ、プロデビュー戦以来の雷神参戦になるんですかね。はい、ね、
その後に大晦日に、キックのトーナメントに出させてもらってます。はい。あ、MMA ではというか。MMA ではそうですね。はい。で、そのデビュー戦の相手が那須川天心さんだったと思うんですけど、はい、まあ、その天心さんがボクシングに行くことに関しては、なんか、こう感じるものというか。まあそうですね、やっぱ頑張ってほしいっていうのはありますね。やるからにはチャンピオンというか、まあそのなんていうんですか、こう、まあ、過去に対戦したのもありますし、自分がいたというか、自分がこう諦めたプロボクシングの道を進まれるんで、まあそこはすごく応援したいですね。はい。ありました。すみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみませんでした。ありがとうございました。その他追加でご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは藤田選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。